本もピアニストの譜読みをやっていきたいと思います。今日で第7回目、7曲目になります。で、今日はね、まず珍しくまずこのメンデルスゾーンちょっと聞いてみて。で、実際私これ全音のピアノピースの楽譜なんだけれども、別に練習したわけじゃなくて、とっても簡単な、初見でできるやつだから、ちょっと弾いてみるね。これすっごい素敵な曲ですよね。これは、メンデルスゾーンの歌の翼に乗せてという、曲なんですけれども、皆さんご存知ですか？で、私は、正直ここ3年ぐらいものすごくメンデルスゾーンが好きなんですね。で、メンデルスゾーンってやっぱり、いろんな曲ありますけど、他の作曲家に比べてやっぱり幸福度がすごい高い作曲家だなって思ってて、なんかねメンデルスゾーンの曲弾くとね、なんかね、幸せな気分、幸せを分けてもらえる気がして、本当ここ3年間ぐらいすごく大好きで、その中で今、歌の翼にっていうこの曲は、実はメンデルスゾーンの、6つの歌かなの中に入ってる、元々は、歌の曲なんです。それで、ピアノピース、全音のピアノピースの中にはピアノソロ用に、今これ私が見てるのがそうなんだけど、あるんだけど、ただこれは、メンデルスゾーンの、別に編曲ではなくて、ただその伴奏と歌を掛け合わせたものじゃないかなと、私は、推測しています。で、この曲がね、本当にあまりにも素敵だから、やっぱり、ピアノの魔術師 の、あのリストさんが、リスト大先生が、ピアノソロに編曲しているんです。で、この全音ピアノピースの版は、この楽譜は、なんでこの楽譜ねは、やっぱり私今練習してる、弾いたわけじゃなくて、本当1回通りとりあえず弾いてみただけぐらいのレベルで、今ぐらい弾けるぐらい、初見レベルでも弾けるぐらいな感じなんですね。だから、リストの編曲版を今回、私譜読みしたいと思います。で、私自身ねすごく楽しみ、なぜならあまりにも素敵な曲で、この曲がもうあまりにも素敵な曲で、もう本当なんかこう細胞から興奮している。
そう、それでは、行ってみます。で、今回もできるだけ短く、もう最大限の集中力を持って、今回3段なので本当に集中しないとできないなって 今思っています。今見る限りはね、ここ、とにかくこう真ん中がメロディーでしょ。で、さっき弾いた、中間がここのところのところで、全く同じで同じ音出てるから、で、それで次に行って、もう一回今度見ると、楽譜見るとね、真ん中にあるんだけど、メロディーがまたそれが1オクターブになってるね。1オクターブになってても、結局1オクターブこういう風に取ったりするみたいね、これ、指番号見ると。となると余計に頭がこんがらがってくるんだろうな。そうで、3回目も1オクターブだね。3回目1オクターブ。そうで、やっていこう。で、皆さん、これ、私が今真ん中の段、こういうふうに弾くって言ってるけど、どうやって見るか知ってるよね。もうみんな知ってるよね。例えば見て、最初の1ページだったら、真ん中の段が棒が下になってるのと上になってるのとあるよね。そういう違いがあるんだよ。つまり右手が乗って弾いてって時は上になってて、棒が3小節目の最初の音上になってない。で、その2小節目の、ミのフラットは下になってるね。となるとこう弾くんだね。2ってなってるけど、そう、こんな感じ。よし、じゃあ行ってみよう。これは今までの中で一番難しいかもしれない、3段だから。これは一緒ね。で、将来こう弾きたいけど、こんなの絶対無理だから、テンポ。開きページた思ったよりは弾けたね。なんとなくやっぱりそのメロディーをずーっと頭で歌ってた、もう。で、気をつけることは、みんなもう分かってると思うけど、メロディーがあって伴奏がある、この上と下は真ん中と音色を変えなきゃいけないよね、もちろん。だからここのメロディーは太いけど、ここは薄く弾くんだよ。そう、それはもう私の動画見てる人も分かってるよね。で、そう、でももう目がもう本当に全く鍵盤を見ないっていうレベルで、もう楽譜を見てるよ。あ、次3ページ目からいくね。詰まる。
大丈夫。来たメロディー。おっと、ああ3回目はあれだね、ドドドレミミって言ったらなんかこう、なんか返事みたいな、おミミミレドシシシシドレドドドドドレミってなんかちょっとこうキラキラしたなんかどこかから返事みたいなのが聞こえて、すんごい素敵だね。しびれるね、しびれるけど、まだそのしびれるってとこまで全くいけてない、もう釘付け、目が痛い。全然ドとラ、ララミミドラって若干書いちゃおう、ドラ。そして今度ミになるのね。なんか若干こういうのってやっぱパッと見てなかなか手がパッといかないから間違えるね。ああ結構いつものピアニスト同様より疲れました、今1回だけで。なんか今回初めてやっぱりその簡易版にイージー版を1回弾いてなんとなく雰囲気が分かってるから、その雰囲気の中で弾きたいの。だからガツガツ弾きたくないし、でも一回弾いたから間違いたくもないの音。だからもう過去最大級のもう集中でやった。あでもすごいいい曲だねこれ。今なんか弾きながらこれ譜読みやめよう、譜読みを動画で出すのやめようかなと思ったぐらい、なんかもっと今の譜読みの感じよりももう100倍努力して練習してうまく弾く方が、良さが伝わりそう皆様には。まあ、私としてはね譜読みいつか絶対しないといけないからいいんだけど、なんか今これ弾くよりも出来上がったものを聴かせたい。それピアニスト堂の譜読みが7回目だけどこの曲が一番そう思った。なんでだろう、もっと素敵に弾けると思うからだろうな。あとはやっぱりこのイージーバー先弾いたっていうのもあるのかもしれない。じゃあラスト1回行ってみようか。ふう、あーやっぱ難しい。左手がねドドドミドド、こうなるんだもんね、左になるんだもんね。あー左手が出ないとやっぱ 今みたいに止まっちゃうんだね。
分。これをオクターブをねこう弾いてるから弾きにくいんだよね。もうこう普通に弾かせてくれよリスト先生って言いたくなるけど、そうじゃないんだやっぱね。リストってすごいな。集中して、いつものピアニストどうなったら喋りながらやってるんだけど、やっぱ喋るのを忘れるぐらい集中して弾いてたわ喋ってないと思う多分。いやー喋るのこと忘れてた。よくないだな。よくないよね。やっぱり動画としては喋りながらいつもやってるのにね。そう、まあ、とにもかくにも大事なことは、これ多分皆さんサンタで難しいって感じるかもしれないけど、慣れるとねこういうの全然大丈夫だから。だからその3段は冬の時だけ大変だから、今日全然怖がることはないです。で、やはりこのね、全音ピースの簡単なやつよりも断然、幅感もよく使っていて、でそこに私が今気に入ったここ53小節のとことかも、それってドードーもうすぐ弾けないドードードードレレミの後にレレドって言って、なんかね、なんか本当答えみたい。私も将来はこう弾けちゃんと弾けてるはずあー3段のこれ難しさだわ。3段難しい。このね56小節目の左手のファ素晴らしくいいね。
局こう私で見てるのって多分口で言う方が簡単なのは目には入ってるんだけど手がパッとそこに行かないんだよね。だからそこが頭で理解してても、ここ最後このかっこいいね、ここ上がってくるもんね、上げたいな。というかそのピアニストの譜読みって私これで多分おそらく7曲目なんだけど、もちろん最初の入り口譜読みのところはご覧になっていただけるようにこう、まあ、収録はしているけれども実際、仕上げっていうのって聞いていただいてないから、なんかいつかそれをまとめてなんかまとめて聞いていただけるようになんかね、なんか次の CD とかってで逆にこういう私本当にあのピアニストのピアニストの譜読みって私が選んでるから自分の好みに合わせて絶対皆さん好きなんじゃないかなみたいな感じで、でしかもちょっと小曲あの1曲30分っていうのはしてないから、まあ 4,5 分とかそういうところでわざと選んでいるので、それを例えば本当12曲とかやったら、月の CD ってもしかしたらそれすごいいいかも。なんか自分的にもなんかすんごいいろんな思いが詰まった選曲で、そして譜読みの時もすごい興奮して毎回やってるからあんまりにも素敵で曲がね、そうだからもっと練習しないといけないけれども、あの CD にするには、そう CD にするってすごいいいかもしれない。皆さんあのどう？じゃあとりあえず今日はこの辺にしておきましょうか。動画をご覧くださりありがとうございます。もし少しでも役に立った、また見たいなと思ってくださる方は、グッドボタンをお願いします。チャンネル登録も大変嬉しいです。コメント欄にはご質問や感想などを受け付けています。ぜひお気軽に書き込んでください。お待ちしています。それでは、森本舞でした。